時間多分そんなにないかと思いますので、うんうん、もう端的に言いますね、はい、あの名城大学でこれから何かやりたいなと思うようなこととかございましたらぜひ教えていただければ。やっぱりね、私がね直接ね、はい、新しい研究室を作るっていうのはちょっと難しい面がいろいろあってすいません、はい、でただいろんな、先生で電気をこれからなさろうという先生がいらっしゃるんでね、はい、なんかこういう一つのね、なんかこうそうですね、土屋先生ですとか、ね、まあ、あとはね、できればあの飯島先生だとか、うん、有田先生方ともぜひいろいろ関わっていただければ、ね、はい、我々としては非常に嬉しいなと思っております、まあ、飯島先生また取られる可能性もありますので、ね、はい、ぜひぜひ先生にもそういったところでぜひ関わっていただければ。あと授業やってる学生さんに、うん、今あの21名履修、はいはい、履修してくれてますけど、はいはい、何かあの今度また月曜日お会いされますけど、メッセージもしくは学生全体にメッセージがございましたらまあね、あの、まあ名城大の学生さんにっていうことではないんだけどもね、やっぱり、はい、あの今の学生さんっていうのはやっぱりこう未来に希望を持ってね、自分のやりたいことをまっすぐやってもらいたいよね。でそのためにやっぱりなんか自分で目標決めてからね。そうですよね、何でもいいんだけどね、 J リーガーになりたいでもいいしね、何でもいいんだけど、なんかこう自分の将来の夢、そうするとね、なんかそれに向かってね、自分が今何やればいいのかっていうのに自然に出てくるんでね、はい、だからまあとにかく仮でもいいから、なんか目標を決めてほしい、ね、ありがとうございます。あともう一つなんですが、高校生、今名城大学に入ろうかなとか思ってる高校生に何か一言メッセージをいただけると。まああのまあ、別にね、名城大の PR するわけでもないんだけどね、あの、まあ、今回私がいただきましたよと、でその前にはまあ、ね、赤坂先生がいただかれましたよと、から、まあ、飯島先生もこれからも自分可能性ありますよと、まあ、そういった雰囲気の中でね、名城大に入ってね、なんか新しいことをやってほしい。最後一つです、うん、教職員の皆さん、まあ、うちの大学のあと卒業生もそうなんですけど、うん、全体に何か一言メッセージをいただければ。あ、やっぱりあの、はい、まあ多分あの、まあ、いろんな経緯があって、1年半ぐらい前かな、私があの名城大の方にお世話になることになった、もう一つの理由はね、今回みたいなことがあるだろうとっていうことで、まあある意味私にとった一つのミッション、使命であったわけでね、まあそれが今回見事果たせましたと、はい、ぜひその名城大のその同窓の方々も含めて、ね、ぜひ誇りに持っていただきたいなと思います、ね、ありがとうございます、はい、ありがとうございました、はい。